新潟競馬第11競走古町ステークス3歳以上3勝クラスダート 1800m15 頭,頭で争われますハンデ戦の古町ステークス正面サンド左手枠入りが進んでいます上空は雲の合間から青空も少しのぞいています最後は15番のあの促されて15番ゲート 今収まって係員が離れますスタートしました ほぼ揃いいましたさあ先行争いですマーツーは12番のラブリークイーンがスーと内にコースを取りながら先頭に立ちますその後ろ2番手が3番プレフェリータさらに9番のフームスムートこの2頭の後ろは1馬身半差15番のアノが4番手内から6番アナンシエーションがそれに並んでいって2馬身差10番鳳凰バリスタ内から2番のゲンパチハマジ1馬身差外目に4番ラブリーエンジェルの追走その後ろに13番バハルダール1コーナーのカーブです

花に立ったのは12番のラブリークイーンですリードは2馬身2番手に3番のプレフェリータ3番手はインコース6番アナンシエーション9番フルームスムート外並んでいって間から15番あの5番手それに内から2番の原発浜地向こう正面です半馬身10番鳳凰バリスタ2馬身差中段外目に4番ラブリーエンジェル内から5番の鳳凰ルーレットが並んでいってさらに外から半馬身13番バファルダール直後に7番の鈴鹿マクフィー2馬身差14番フルオールあとは1番のオン・ オンザラインの追走 1000m は61秒8で通過後方の2頭は8番のトップスティール内並ぶ11番の早稲田ハーツ各馬3コーナーのカーブ逃げる12番のラブリークイーンリードは千葉新600を通過3番プレフェリータに外から9番フームスムート今単独2番手内から6番アナンシエーションがそれを追って3番手その後ろから2番のゲンパチ・ハマジさらに15番のアノ外から上がってくる5番のホーウウルーレット第4コーナー400を通過直線に入りましたさあ先頭は12番のラブリークイーン 突き放して3馬身のリード2番手には外から9番フームスムート内から6番アナンシエーションが2番手に上がるさらにはホールーレット4番手に200を通過そしてフルオールが追ってくるさあ先頭は12番のラブリークイーン3馬身のリード2番手には6番アナンシエーションフルオールが3番手に上がってくるラブリークイーン逃げ切ってゴールイン2番手6番アナンシエーション3番手14番フルオールなんとなんと12番ラブリークイーン 今日は自ら主導権を握り鮮やかに逃げ切りました2番手6番アナンシエーション3番手14番フルオール勝ち時計1分52秒1上がり4ハロン50秒33ハロン37秒8でしたラブリークイーン安城は柴田義臣騎 ベテランの味をこのメインの11レースフルマチステークスでまざまざと見せつけましたラブリークイーン見事な逃げ切り勝ちアナンシエーションに2馬身から2馬身半リードをつけての完勝でした2番手6番アナンシエーションその後また2馬身ぐらい離れて14番フルオール3番手5番のホールレッド4番手 その後に少し離れて9番フームスムート5番手の入選です新潟競馬第11競争古町ステークス勝ったのは12番のラブリークイーンです実に見事な逃走劇後続を寄せつけず悠々と逃げ切りました正面の掲示板 1>, 1着12番ラブリークイーン2着6番アナンシエーション3着14番フルオール4着5番鳳ー,ールーレット5着9番フームスムートです。確定までお待ちください